森下翔太7戦連続打点で7連勝に貢献。阪神球、2巨人、1日、甲子園、阪神森下翔太が7戦連続打点で快勝に貢献した。4点リードの6回1死2塁で中川から左前的地だ、甘いところ来たら初球から行くと、それだけを意識した。先頭近本が死球で出塁し、中野の投技打でつないで迎えた後期、そういう場面無駄にしないように土3番の役割を果たした。長期ロード前の7連勝に、まあ勝つことが一番だと思う、これからも勝っていけたらと意気込んだ。兵内事件からさらにスイッチ入った。眠れる虎が目を覚ました感じがする。あの時はめちゃくちゃ腹が立ったが、後々にも語り継がれるような天気となったのなら、それはそれでよかったのかも。森下選手はそれくらいのおおらかさも持ち合わせているはず。巨人に3連勝は本当大きいですよ。それも会心のゲームでしたもんね。ビーズリーが試合をしっかり作り、前川が3本のタイムリーで4打点、木浪も復調のタイムリー2本で3打点、森下は昨日の鬱憤を晴らす7試合連続タイムリー。締めは佐藤輝の甲子園100周年メモリアルアーチ。エラーや三振は多いけど、何かやってくれそうな期待が持てる選手ですよ。この3連戦、3連勝できたのも大きいし、ホームランの少ない阪神がましてやホームランの出にくい甲子園で初戦は大山と森下、そして3戦目で佐藤がホームランを打って締めるというドラ1クリーンナップがそれぞれ一発打つという展開もすごかった。前川と木浪も当たってるし、近本が出て中野が送るという得点圏の作り方も機能している。タイジャイアンツ2戦目の G 平内投手が投じた、頭部近くの際どいボールに当たらなくてよかった。これから大事な残りシーズン、特にクリーンアップの3人にもしものことがあれば厳しい戦いが強いられる。怪我なく最後まで走り切ってもらいたい。平内投手のボールはびっくりしましたか、森下選手だけじゃなく監督はじめタイガース全員さらに気合が入ったと思っています。どんどん前に進んでください。京セラ応援に行きます。おかはいの願い通り、3度の打線爆発で昨日は勝ちパを休ませることもできた。横浜も酷暑だろうけど地元凱旋と行こう。このまま打線を牽引して勝利に導いてほしい。頼みます。3番森下、6番前川の打順はすっかりハマっているように思う。先制だ、大量得点につながっている。もはやノイジーミエセスの出番はないね。今の阪神にはバッターの外国人は不要じゃないかな。中継ぎのピッチャーは取った方がいいと思うけど。去年も日本一の使者となった森下、森下の昇格とともに完全に目を覚ました猛虎打線。迫力満点のスイングは脅威、打棒もよみがえり、今年も連覇の立役者となるでしょう。森下は打てても打てなくても気にしない感じはプロとして大成しそうな感じがします。兵内のあの頃とは思えない馬鹿げた態度にも平然としてるのは格の違いを感じさせます。今となっては浅野取りに行ったのが本当に間違えてましたね。中川をきっちり攻略して点が取れる時が来るなんてな、本来の姿ではないんだろうけど、今までずっと打てなかった投手だからね。もともと2軍落ちする前から得点圏打率は3割あったし、チーム打率が2割3分、森下の打率も2割3分でスイングが悪いとかで落とされたからな。森下やっぱり美味しい場面で打ってるよなって思ったら、後半戦24打数13安打やった。そりゃ毎日打点つくわな。意外だったのが得点圏上位3人阪神なんよな。逆転打点を狙え。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。